シビです。マサイ。ザコ。そして、ヤマト。キューガ。はい。コウトです。ということで今回はフィッシャーズのお家に今日はコムドットみんなに来てもらいました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。で今日やりたい企画は脳企画なんですけど、はいはい、前にねスカイピースのお二人がここに来た時にやった企画とちょっと同じ企画をやりたいなと思って、うん、ちょっとコラボ企画ならではの企画をやりたいと思います。はい、今日やりたいのは超罰ゲームガチャー。いや罰ゲームさそんなにやることなくない？なんか見たのがジェンガで罰ゲームやってるの。で動画待ってみたら1年ちょっと前って書いてあって、おちょっと罰ゲーム足りてないくらい。YouTube ね。もっと増やさないと。確かにね。逆に言ったらご褒美系多いじゃん。そう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 。だけど存分に罰味わってる。いわゆる逃げてきてる。そうだね。そんなに危ないもん。イメージがない。でも前にその動画でやったのは元カノに電話するとか。ああ。フィッシャーそういうのないじゃん。いやね、でなんかそのクリエイターごとの罰ゲーム基準があるわけじゃん、はい、っていうのがコラボでなんか見れるから持ってきた。なるほど、ね、そうね。なんかこの人の考える罰ゲームやばそうだなって。あ、まあヤマトっすか。ちょっとエスケが思いついてる。もうあるんだね。なんとなくあの超罰ゲームガチャのルールを説明すると、今回罰ゲームガチャカプセル1人5個あります、はいはい、でそこであの紙も一緒にお渡しするんですけど、はい、5枚中2枚上がりという紙がきます。なのでそれを聞いた時点で罰ゲームから抜けられます。うん、おお、そう、まあかといって一発目に当たると取れ高的にそれはそれでちょっと逆に罰ゲームじゃないかみたいな。はいはい、本当にひどいことになるから。そうそうそう。全部で合わせて今日9人なんで 9×5 で45個でプラス5個当たりになります。なんで50個中、まあ、大体20個ぐらい当たりがあるんで、まあ、結構多いね。そう、今回結構多いんで、まあ、人数も多いんで、でもただそれ以外は全部罰ゲームなります。あ、ちょっと俺先に謝っとかなきゃいけないとこあるんだよ。なんだろう。うちの後ろの2名なんだけど、ほんと罰ゲーム知らなすぎてマジでヤバいの来る可能性があるんだよ。知らなすぎる。ずっと YouTube やってきたけど未だに罰ゲームわかんない。喋るみたいなレベルが来るから。うわぁ、なんだそれ。そうだ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 。バスなのかもわかんない。そうだよ。よくぞ言ってくれた。そういうの来るからマジで気をつけてね。5枚中3枚みんな好きな罰ゲームそれぞれ書いてください。はいはい。マイケルやらせたいのに。なんかそう、コムドットのみんながどういう罰ゲームかってさ、いやわかんねえな。わかんないじゃん。あと何が苦手なのかがわからない。そう、それが結構でかいな。はい、ということで本日もこの福引きの紙に罰ゲームを書きます。今回のカプセルもこれでございます。とまず遠慮なく来ていいんで。福兵、いやーあの雄太ヤバそうなんだよな。いやなんかこれ得意そう。いや、ゆうまっちゃんなんだかんだ、うん、マサイ側だと思う。あーそういうことね。罰ゲームって知ってる？なんとなくしかわかんない。いや、マサイ今回50個中、当たりが20個入ってます。なんで当たりはこういう感じになってます。はい、こんな感じで当たりを中に入れます。じゃあそれぞれカプセルに入れてってください。はい、はい、よし、じゃあ全員の罰ゲームのガチャガチャがここに揃いました。はい、地獄のカプセル。
盛り上がるよな。ちょっと人数的にコムドットチーム多いんで、コムドットからも入れてた。はい、わざわざそうするとちょうどコウモになると思うんで、はい、お願いします。お願いします。誰から行く？おー、いいね。おー、すげえすげえすげえ。じゃあ、大和から行きましょう。一応ね、今日はね、アンパーマックスにしてあるんで、よっぽどなことがなければ外したりしません。おー、あー、いいね、いいね。いやいや、すごくないから別に。おー、おー、そこからですよ。でも当たりの確率は 40% あるんで。いきます。かかりを取ったの、しょっぱな当たりはやばいね。確かに、色の影で当たった。何だ、外れ、え、何、もしかして、やった、無理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 。やばい、やばい、無理。いや、罰ゲーム。ゴキブリボックス10秒。うわ、じゃあちょっと僕の映画撮ってきます。いや絶対1やると思った。一番やばいの、いきなり来ちゃった。やばい、痛い。うわ、死ぬか。ここに手つけて10。キッチュー、やばいやばい。東野さん、これ噛んだりしないですもんね。これ噛んだりしない、食用の噛んだり。ブル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 ブこれが当たりだったらしょうがない。まあそうだね。よしよしよし。ごめんね、こ
ちらの不手際でした。まあね、こうやんなければいいよね。大丈夫、よし、じゃあこれ当てそうやな。引きますよ。え、あ、バツだ。え、当たりじゃない。お、自分の靴をみんなに嗅がれるマサイ。女子がいたらやるやつ。せーの。ゴムの香り。ゴムの香り。マサイ。マサイさん。マサイ。当たりはダメ。はい、お願いします。ユタッチ行きましょう。危ねえ。ゴキブリだもん。皆さんゴキブリですもんね。外したら。何が苦手なんだろう。痛い痛いの。あ、そうなの。急に YouTuber に電話して説教する。うわー、やばー、やるな、ほんと。あり、あ、ヤマトのやつ。え、これはネタバラシしてから切るのか、そのままの感じで終わる。一旦そのまま切って後でネタバラシしよう。誰選ぶの？誰に説教するの？敬語で説教する。ところどころ食べること。ダメだよとか混ぜながら。でかな、じゃあちょっと始めんに。おぉ、勇気あるね。もしもし。あ、もしもし。お、お疲れ様です。お疲れ様です。絶対用例があります。あ、運転中ですか？あ、今大丈夫、タクシー。あ、大丈夫ですか？ちょっとお話し合って電話したんですけど。はいはいはい。あ、この前コラボありがとうございました。あ、ありがとうございます。あのバスケの動画の編集をちょっとしてたんですけど。はいはい。ちょっとあれダメっすね。え、あれは全然ダメでしたね。はい、動画的にというより、あの、はじめんがダメでしたね。え、待ち時間結構あったじゃないですか、順番が回ってくる。結構待ってたよ。その待ってる時にその何もしてなさすぎて。うわぁ、マジごめん、それは申し訳ない、マジで。はじめんの方の画角使いたかったなと思って。あれじゃ全然使えないんで。わりとなんかそこそこ声は出してもいたような気もしたんだけど、ごめん、使い方は。うわぁ、申し訳ない、マジで本当に。まあそれ仕方ないことなんで、次はちょっと頑張りましょう。あの、それだけです、すいません。あ、すいません、それは申し訳ない。はい、次は本当お願いします。頑張りましょう。あ、はい、ごめんなさい。はい、お願いします。失礼します。はい、ごめんなさい、失礼します。お疲れ様です。なんかいっぱい書いてあったよ。あ、これは違うか。え、なにこれ。今着ている服を右隣の人と交換。あと引きずんないような、あ、って話はありましたよ。ありましたよ。
ちゃってる人いますか？3日間服反対で生活。え、やばいやつ、やばいやつ。誰ですか？アムギン。うわいます。当たり、イエーイ。これはもう普通におめでとう。よっしゃー。いや、そんなに今日もヒューズ上がるね。ありがとうございます。いい当たり見てた。じゃあ僕行きましょうかね。はい、おあたり、よし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 、俺んちゃうやん。行くぜ。あ、やばい、これ字書いてあるパターン。あーめっちゃやばい顔。あのさ、もう一人バズゲーム出たいやつがいる。えいやー、あ、知ってるやつ。いや、なんかいいんだよ、いいんだけどさ、どうだぜ。シルクにしっぺされる。誰よ。俺、雑貨を考えてます。ミスターベーシックって言ったの。強そうだし、シルくん。いや、やだよ、悪いし。いや、やったけどな。いった。せーのとか言われてた。必要とかないじゃん。重っ。骨にくるやつ。そう。いや、当たり出るぞ、そろそろ。あー、よし。当たり、一発当たりか。それはスタート。ちょっとなんかやりたかったです。なんかそうなるよね。そうなんですよ。絶対平均やってね。アーム強い。やってね。アーム強い。大丈夫。おお。危ねえ。アーム強い。危ねえ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 。え、嘘だ。当たり。当たりー。めっちゃ嬉しそう。いきます。
この撮影、これ以降、黒ひげ、ワンピースの。え、誰が？誰？誰？じゃあユーマの罰ゲーム。ユーマ。撮影これ以降は黒ひげだらけ。ユーマ黒ひげ状態でエンディングまで行かなきゃいけない。の、モノマネをしながら。そう。そう。まあ、ここから黒ひげになればいい。そうだ。そう。開始。誰だ？ジテントやばいね。次俺行きますね。はい。手前のこの皿でボールを掴んであげるんですね。そう。はい。これをやってあげると取れる。最初に言わん。いや、俺もう上がりたいよ、そろそろ。ない。お。これ踊れてる。当たり！おお。かわいい黒ひげ。いやでも本当にもう当たりほとんど入ってないからね。僕が終わります。2枚ある。2枚よ。何それ。2枚ある。何それ。2枚とも書かれてるの。2枚とも別のが書かれてる。2枚。1枚目新しいな。三発ギャグ。黒ひげギャグだ。黒ひげ三発うざいな。もう一個あります。次のターンまで化け物になる。あれ今だって。あれ今だって。やばいやばい。もうなってるよ。なってるよ。もうなってる。もうちょい強めの黒ひげで。なんで言えば。これ強報告です。なんでお前一緒に寝ちゃってる。シンプルに間違えました。パパパーンって行くよね。レディーガガガガミナのミナのフードレアみたいな。
キティ、ハローバイバイ、ハロープロジェクト。バケモン、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 あの人に私物あげる。うおうおー、お宝、お宝、お宝、なっちゃうかな。ちょっとこの辺が狙ってたんで、ね、褒められたいっぽいです。あ、これ書いたのは僕です。おお、偉いよ。見てるんですよ、ロドシルクチャンネル。あー、見てるの。結構スニーカーとか、あー、ポケモンカードとか、うん、好きなんで。おお、楽しみだ。あ、今回じゃん。目つぶっとく。なんだろうね。いや、なんか、まあ、割とちゃんといいやつの方がいいかな。おお、っていうか、どうぞ。これ、シュプリームのペディリア。めっちゃいいよ、シュプリームの。シュプリームの限定のやつですね。ちゃんといいやつの。ちゃんといいやつの。終わらねえ。当たりー。わー、終わった。めちゃくちゃいい終わりました。ねえ、いいタイミング。この動画なのね。うん、まだ動画中で。まあ、残るは自分ただ一人。あ、俺はまだ引き続けるね。そうだね。限りなく今一番当たりが少ない。え、ガチで、もう本当に当たり引きに行きたい。このドットチームは全員当たりか。当たり。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。おめでとう。俺だけなの。そうね。当たり引いております。え、なんかもう一個ぐらい見てもらいたいな。ドン。コーラ一気飲み。ザカオ。これは面白くない。チームよかったね。一応ミニモトだ。ミニ回しかも。いきます。ちゃんと新品ですからね。あ、もうすぐ行くの。早く。すげえな。ちょっと喉弱いから。結構罰ゲームじゃないですか。死に際の目だった。何これ。Ha ha!